かったー。はい、どうも、リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。本日8月7日です。日曜日。今日はですね、夕張の実家の方からですね、お母ちゃんとお父ちゃんが来てくれてて、一緒にね、母ちゃんがハマってる俳優さんが主演の映画を見に行ったりだとか、ご飯を食べに行ったりだとかっていう感じで帰ってきてまして、まあ、で、その上ね、ちょっと母ちゃんが気を利かせてくれて、うちのね、弟ちゃんが一緒に、私、一緒に暮らしてたんですが、5年ぐらいかな。で、その時のもあって、それのお礼っていうことも兼ねてね、炊飯器と、なんだっけ、洗濯機新しいの買ってあげるっていう話でね、今日買ってもらったりとか、で、洗濯機に関しては買い替えたやつがね、週末に届くよみたいな感じで、幸せに過ごしたり、あと、ディズニーストアにね、ちょろっと行って、こういうね、私の大好きなナイトメアビフォークリスマスのものを買ったりしてっていう感じでね。で、それ以外にもね、ちょっと個人的にね、嬉しいことがあったりとか、まあ簡単に言うと、誰とは名前出さないんですけども、ちょっとたまたまね、ゲーセンで誕生日が近い方がいて、その人になんかあげる、そんな誕生日プレゼントがあったので、取れたのであげるよみたいな話をしたりとかして、なんかちょっとこう、なんだろうな、仲良くなれたなーとかって思って、楽しんでとか、喜んでいたところ、大事件が発生しました。事件は8時半頃、起きましたね。今、9時半頃、気分が落ち着いて、動画を回しております。で、何が起きたかというと、これです。これはね、黄色スズメバチっていう、スズメバチのオブジェクトというか、こう置物で、大きいも全然普通の鉢よりはでっかい、フィギュアなんですけれども、何が出てきたかっていうとですね、なんかブーンって聞こえるんですよ、家の中から。で、私の家、ちょっとここの寝室のね、このところの窓がですね、網戸がつけられなくてですね、で、ここにですね、網戸つけれないんで、開けた状態で今日出てったんですよ。で、帰ってきて、ブーンってなんか聞こえるなと思いながらも、なんか、ハエかなんかいるんだべぐらいに思ってて、出てったらいいやと思って、ちょっとこう、掃除とかね、いろいろして、よしって思ってみたら、飛んでたのがね、オオスズメバチだ。こんなでっかい。これぐらいだった気がする。が飛んでまして。で、スズメバチごときでね、何をおののいておるんじゃい、リントっていう人もいると思うんですが、私ですね、多分次、スズメバチに刺されると死にます。一度アナフィラキシーショックを起こして、救急車で運ばれていますので、多分次刺されると、処置が遅れると多分死にます。はい。ただ、そのアナフィラキシーショックを起こしてて、なんかもらってるかったら、ちょっともらってないんだけど、あれはもらうべきなのかね、なんか言うべきなのかね、ちょっとよくわかんないんですけど。で、その1回目のアナフィラキシーショックを起こした時は、私家にいて、その時ハリネズミちゃんを飼ってる時期で、で、ハリネズミちゃんとかね、フクロモモンガちゃんとか、こうね、動物を飼われてると、殺虫剤って使えないじゃないですか。使ってもね、影響は少ないとも言われてたりもするんだけど、いささかではないので怖いよねっていうところでございますね。極力使わん方がええでしょうっていうところです。で、殺虫剤も使えない状態、ハリネズミちゃんいたんでね。で、その時はですね、こうやって追い出す動きをしたんですよ。蜂に対してこうやって、あっちに行けと。したらですね、その時にハチちゃんがですね、その時はオオスズメバチじゃないです。多分普通のスズメバチぐらいです。ただ手に、ここの中指のところに乗りまして、スズメバチは。こんな大きくないよ。こんな大きいスズメバチいたらマジ死んじゃうからね、刺されたら多分。この顎でかばれたら指なんで、もろともだよ、もう。もろとも日本語おかしいね。指なんでもう、すぐなくなっちゃうよっていうところですね。はい。なんて言おうと思ったんだろうね、私ね。いいや。はい。でね。こう乗っかられて、こうチクッと刺されまして、で、その刺された時に、あ、やばいと思って、
で多分このスズメバチに刺された場合私はやばいんじゃないかと、ちょっと小中高とこう学生の時にね結構刺されてるんで、やばいんじゃないかと思いまして、私自ら救急車呼びました。で救急車呼んでその時はですね、救急隊員の方が、何でしょう、救急ですか、消防ですかみたいな、言われて、ん？うん、言われて、で、救急ですって、スズメバチで刺されましてって言って、どなたかでしょうかって話をされて、あ、私ですって言ったら、もうその時点で驚愕されて、今、お電話口の方が、はい、そうです。で、多分この後、私倒れちゃうと思うんで、鍵と、万が一の連絡先書いた紙握って倒れてるんで、勝手に入ってきて、鍵だけ閉めてもらえると助かりますって話をして。で、全部とりあえず窓バッて閉めて、で、倒れても大丈夫なところに行って、で、救急車来るまで待って、で、救急車来た記憶は私ないんですよ。で、やっぱり倒れてたらしいんですね。アナフィラキシーショックを起こして。で、救急で運ばれて、病院に着いて、目が覚めた時には病院に行って、なんか点滴してましたね。で、母ちゃんとかにその後連絡して、まあ、ことなきを得たっていうところなんですけれども、はい、まあ、そういう経験があるからこそですね、スズメバチから出てくるだけでちょっと怖いんですよね。刺されたら死ぬかもしれないっていうところで。で、今日ですね、そのスズメバチが出てきて、で、この辺をね、ブン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 飛んでたんですよ。わー、やばい、あれ、スズメバチはどう考えてもでっけえなー、多分オオスズメバだろうと思いながら。ただ、前はこういう刺激を与える動作をしたから刺されたんですね。で今回は刺激を与えずに出てくのを待とうと。で開いてる窓は1個しかないからそっちに出て行ってくれるのを待とうと思って、私はねこの今ちょっとジャックのフィギュア置いてちゃってるけどここに座ってたんですね。で、まあ、この辺をねブーンって飛んでて、わーとなりながらですね、したらですよ、私の肩に止まりまして、で、まあこの服を着てるのが悪いのかな、着てた服がこんな服でございます。今日顎は映りたくない、この辺気になるから嫌です。こんな感じの服、いや顔映ってないよね、よし、はい、っていうところでね、肩に止まったんですよ、私の肩にでっけえ蜂が。その瞬間、ああ溢れんばかりのね、ああ溢れんばかりの汗がですね、あっちこっちの毛穴から出てきてですね、やばい死ぬ、やばい死ぬ、どうしよう、動けない、やばい死ぬかもしれないっていうのを心の中で思いながら、やばい死ぬかもしれない。でね、ちょっとした走馬灯が見えました。もし刺された場合うちの子たちどうしよう、てか刺されて倒れる前にまず病院に連絡をして、で母ちゃんにも連絡して、で、あ、いろんな友達とかにも連絡して、あ、やばい連絡しなきゃ、あ、どうしよう、ああみたいな感じになりまして、そしてですね、その状態で蜂さんがですね静かに肩に止まったままというので、多分時間としては数秒です、数秒というか多分10秒かななんですけど、私からしたらもう1時間とか2時間とか経ったような気持ち、めっちゃ怖かった。でもうそこに落ち着いちゃったから、このまま肩をねそこの窓から出して外に出て行ってくれればいいなと思って、あんまり激しい動きはダメなんで、こっからですねズル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 と言って肩をスーって出したら逃げていってくれました。マジ怖かった、本当に怖かった。なのでね、何人かの方というか、Facebook とかには書きました、怖かった。その後にこの動画が出る形になります。本当に怖かったです、もう嫌です。スズメバチ、スズメバチ超怖い。ただね、こういう形で動画を撮ることによって、怖かった気持ちというのをね、ちょっと消化させていただこうかなというところでございます。あと、まあ、消化という意味も込めてなんですけど、もしも私に死んでほしい、私を殺したいって思っている方は、ぜひぜひ、リントのお家までですね、スズメバチを送ると、漏れなく簡単に死ぬことができるかと思いますよ。しかもですね、多分足つかないっす。
だって死因アナフィラキシーショックだもん。まあ、大量にスズメバチを家に持ってきたら足つくかもしれないけど、ね、1匹2匹を離すだけだったら多分足つかないと思うよっていう感じでね、面白おかしく話すことによって、この怖かった気持ちを消化させてください、はい、というご報告でございました。はい、もうちょっと蜂怖いわ、蜂だけでネギだわ本当に、はい、という感じでございます。はい、ということで、本日は以上となります。よかったら、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローなど、お待ちしております。また次回の動画、他の動画も見てくださいますとありがたく思います。ぜひともね、コメントとかも待ってます。はい、ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。